こんにちは、太陽神学塾の白坂です。それではこれから、何回かに分けて、やる気を引き出すコーチング法1ということで、お子さんを持っている保護者の方の、役に立つように、一生懸命お話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは1回目はですね、実際のやる気の仕組みですね。やる気ってどういう仕組みで、やる気になったりやる気がなくなったり、するのかっていう、その、ちょっと理屈的なところを、最初にご理解いただきたいと思って、お話ししていきたいと思います。知っていていただきたいことは、人は100人いたら100通りの大切なことに関する順位っていうのを無意識に、持ってます。100人いたら100通り違います。いい悪いではありません。この人の優先順位とこの人の優先順位、どっちがいい悪いじゃないです。単純に違うんですね。100人いたら100通り違います。それをちょっと、これから説明していきたいと思います。まず、例えば A さん B さんっていう人がいるとしましょう。 A さんは一番大事なことは仕事だと思ってます。でずっと、あって、まあ、10番目に大事なことを家事だというふうに、まあ、例えば考えている人だとしましょう。で、B さんは一番目に大事なのは家事だというふうに考えている人だとします。で、ずっと大事なことがあって、10番目に大事なことが仕事だというふうに考えている人だとしましょう。はい、そうしたときに、知っててほしいのは、この人は家事はしなくていいって思ってるわけではないんですね。この人は仕事をしなくていいと思ってるわけではないんです。大事だとは思ってるんです。ただし優先順位が低いんですね、っていうことを知っててください。その場合に、はい、1日24時間だけは平等ですから、この人はこの瞬間にどっちをしたいですかって言ったら絶対こっちをしたいわけです。仕事したいわけです。この瞬間にどっちをしたいですかって言ったら家事をしたいわけですね。だから仕事一生懸命頑張りたい、大事な、美味しい料理作りたいっていう、そういう2人の価値観の違いがあるということをまず知っておいてください。はい、次の例、 C さんと D さん。例えば C さんはお金が一番優先順位が高い人だとしましょう。そしてずっと大事なことがあって、まあ、10番目ぐらいに、美しいとかかっこいいっていう価値観があった方がいいっていうふうに思ってる人だとしましょう。そしてD さんは1番目は自分が美しくありたいという価値観でずっとあって、10番目ぐらいにお金も大事だというふうに考えている人だとしましょう。はい、これもいい悪いじゃないです。違うんですね。単純に純粋に違うわけです。はい、そしたらこの2人の人生は全く違う人生になります。両方ともお金は大事だし美も大事だ、美も大事だしお金も大事だと思ってるんですけれども、1日24時間だけが平等ですから、はい、結局この人はどういう行動を取るかって言ったら貯金が好きなんですね。お金そのものが好きなんです。だから預金通帳の数字がどん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 増えていくと、なんかニヤニヤしちゃうような、そういう人なんですね。だから貯金っていう行動を取ります。この人はどういう行動を取るかって言ったら、自分が美しくありたいっていうのが大事な人ですから、お金も大事だと思いながらもこちらの方にお金を使う。だから洋服を買う、バッグを買う、靴を買う、エステに行くっていうことで、どん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 自分の美っていうのを磨き上げていきます。いい悪いじゃないです。違うんです。だからこの人はお金は大事だと思ってるんですけれど、お金よりもこっちの方が高いので、優先順位が上なのでこっちの方にお金を使う。結果としてこの人よりも貯金は少ないという、価値観の違いから、行動も変わってくるということです。では問題はこの2人ですね。E 君は勉強が一番大好きです。100点取った、学年で一番になったっていうと、もうすっごい喜ぶような、そういう子だとします。で、ずっと大事なことがあって、10番目ぐらいに遊びも大事、友達付き合いも大事だよねって思ってるっていう子。で、この子は逆に友達と遊ぶの大好き、っていう子です。で、ずっと大事なことがあって、10番目ぐらいに勉強もやっぱりした方がいいよねって思ってる子だとします。はい、この2人もいい悪いじゃないです。純粋に違うんですね。はい、で、まずいのは、この子は勉強も大事だと思っているのに、勉強が大事だよと親が言ってしまう。
そうするとこの子はどういうリアクションを取るか分かりますよね。分かってるっていうふうに言います。分かってるんです。この子は勉強が大事じゃないとは思ってないんです。大事なんです。ただし優先順位が遊びよりも下なんですね。なので勉強しない子に勉強しなさい勉強しなさい勉強も大事だよって100回言っても1000回言ってもこの子はやる気になりません。人はそれぞれ100人いたら100通り優先順位の違いを持ってますが、その人は無意識の優先順位で一番のことっていうのは率先してやります。なんなんしたいっていうやる気でどん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 行動していきますし、このなんなんしたいっていうやる気でやられる行動っていうのはものすごく成果を上げます。仕事で成果を上げます。ものすごく美しくなっていくでしょう、ものすごく勉強できるようになります。同じように遊びの達人になれるわけです。ただし優先順位が低い、家事も大事だとは思ってる、仕事は大事だと思ってる、 B もな、自分も美しくありたい、かっこよくありたい、お金貯めたい、遊びたい、もう少し勉強頑張った方がいいと思うけど、優先順位が低いやつっていうのはどうしてもなんなんしないといけないと、なんなんしなければならないっていう義務のようなやる気しか出てこないんですね。でこれは従来昔ですね、昔であれば飴と鞭で、よかったら褒めて悪かったら叱ってなんか無理やりやらせるみたいな感じでしたけれども、実際それをやってもあんまり大きな成果が上がらないっていうのはもうだいぶ分かってきていることです。結局周りの人ばっかり、例えばこの人に家事を一生懸命頑張らせようと思ってこの人が一生懸命怒ってもあんまりいい、家事をしてくれないわけですね。同じようにこの子に、雨と鞭でですね、すごい怖い先生が一生懸命厳しくやって、まあ、渋々この子は勉強してるふりはするでしょうけれども、あんまり成果は上がらないわけです。せいぜい良くなるのは見た目だけなんですね。見た目は勉強している、見た目は家事をしているっていう違いになります。はい、これが今回お伝えしたい仕組みです。1日24時間しかないので、その人は優先順位の高い価値観として上の上位のものをさ、率先してやる傾向がある。逆にこれらも大事だとは思いながらもできれば、しなければならないっていうやる気ぐらいしか出てきにくいということですね。繰り返しになりますけれども、1日24時間だけがみんなに平等ですから、その時間その瞬間に何をするっていうのはその人はそれぞれの価値観に基づいてこっちの方はどんどんやっていきます。こっちの方はなかなか手をつけてくれないです。ではどうしていけばいいんですかっていうのは、次回以降で、一つずつ、具体例もしくは具体策っていう形でアドバイスできたらいいなと思っています。今日はご覧くださりありがとうございました。